先日殺められました日本人の続報ですが、エアエイシアがね、フライトをね、大増量しておりますね。ドスケベマッサージをね、強要しておったみたいですね。フィリピンのお金持ちランキングが発表されちょりますよ。おいおいよ。アイナコエドワです。今日はね、すっかりと晴れちょりますね。この間はね、大雨でしたけどね。皆さん、フィリピンしてますか？まあ今日はね、晴れておりまして、結構暑めですね。まあこういう天気？嫌じゃないね。さて今何度かなど、32.2度。夏って感じですね。ほんで湿度が 56% ですね。今日のニュースの情報元は PTV、GMA、CNN、イスコミのショーの YouTube チャンネルからになります。今日のエドニュース。さて皆さん、先日ね、森さんという73歳の日本人男性がパシグにありまする自宅で殺められておった話、オバしましたね。え、そないな事件あったんか？という人のために簡単にこれ説明をしておきますとね、森さんは義理の娘にあたりますアナマリーとそこのね、パシグで暮らしておったんですね。そこへね、アナマリーの彼氏が来まして、無残にも森さんとね、アナマリーを殺めまして、その後にね、森さんの家にありましたテレビオバ持ってね、逃げたんですね。なんでテレビ持っていくねんっていう感じではございますれば、意外とね、人を殺めた後でもこの男は落ち着いておったのかもしれませんね。ほいでもってその逃げる姿、オババッチリとね、監視カメラに映っておったことから、警察はこの男を特定しましてね、捕まえたんですね。してこの容疑者、名をクリスチャンと申しましてね、なぜこないな残虐非道な事件を巻き起こしておったのかというのが門芸こと分かってまいりました。まずは娘の方のアナマリーおりますでしょう。このアナマリーとこの容疑者のクリスチャンはこれお付き合いオバしておったようですね。ほいでもね、アナマリーの方はこのクリスチャンと随分と前から別れたがっておったようなんですね。ほいでもね、クリスチャンは別れ話をするたびにブチ切れまして、これね、見境をなくしても何をするかどうかわからんような状態になるみたいなんですね。ほいで今回もですよ、アナマリーはクリスチャンと別れ話をしておったようなんですね。ほしたらば、クリスチャン、どんどんと見境をなくしていきまして、突如としてアナマリーのね、首を絞めたんですね。そしてアナマリーは絶命してしまったと。ほいでもってそれを止めに入った森さんをナイフでブッサブッサと必要以上に刺したと。しかも警察の調べによりますると、少なくとも森さん13箇所もね、刺されておったようですね。少なくとも13箇所というのはね、クリスチャンがどれほどまでに見境をなくしちょるのかというのをね、物語っておりまするね。ほいでもって森さんとこの娘を見つけましたマリー・ルイーズおりましたでしょう。まあクリスチャンがね、2人を殺めまして逃げた後に、このマリー・ルイーズが森さんの家を訪れまして、この2人をね、見つけたんですね。してこのマリー・ルイーズの証言によりますれば、去年の12月にも同様の事件をばクリスチャンはドサンコ起こしておったようでやんすね。その事件とは、アナマリーはね、クリスチャンにまたね、これ別れ話を持ちかけておったようなんですね。ほしたらば、まあ当然のごとくクリスチャンはブチ切れますわね。アナマリーにね、襲いかかったようなんですね。ほいでもね、それを止めに入ったんが、そのアナマリーのね、いとこやったみたいなんですよ。そのいとこはクリスチャンからこれ暴行を受けまして、片目のね、神経が破裂させられておったようですからね。したっけ、したっけ、したっけ、したっけ。アナマリーは別れたいのに別れることすらもできなかったと。そういう了見やったみたいですね。ほいでもね、アナマリーは生前にはこないなことも言うておったようでやんすね。クリスチャンは怒っている時はなまら悪魔のようでやんすが、落ち着いておる時はそれはそれは親切な男だったと。どちらが本当のクリスチャンなのかはね、まあさっぱり誰にもわかりませんね。
もしかしたらどちらもが本当のクリスチャンだったのかもしれませんね。ほいでもって森さんの家から他にもね、いろんなものがなくなっておったようなんですね。まあ、TV っていうのはね、ほら、デージでっかいでしょう。したっけね、もう監視カメラに映っておりましたが、まあ、ちいちゃいもんなんかやとね、映りませんからね。で、クリスチャンはね、バックパックもあの時ね、セタローっておったようでやんすから、そっちの方にね、これ盗んだもんをこうね、ぶち込んでおったんかもしれませんね。どうやらクリスチャンはね、二人を殺めてからも、金目のものをね、物色する余裕のようなものがあったように見受けられますね。こういうね、不貞野郎には、形状の露と聞いてもらいたいところではございますれば、フィリピンの法律上、そういうこともできないっていうのが残念なところではございますね。ほいでもって森さんの自宅の映像が見たがバッテンという人は、下にね、リンク先を貼っちょきますんで、そちらをどうぞと、まあ、GMA のね、映像になっちょりまするとで、もうすぐほら、ホーリーウィーク突入でやんすね。そのホーリーウィークでやんすけんどもね、まあ、観光省のプヤットシャンのアナウンスメントによりますると、すでに主要なリゾートとかホテルでは予約でね、これパンパンらしいんですね。えらこっちゃでしょう。ほいでもって、エアエイシャですけどね、エアエイシャはホーリーウィークに備えまして、先月よりも 30% ほどね、フライトを増量したみたいですね。ほいでね、ホリーウィーク中は13万1000人がマニラ空港のターミナル4を利用することが予想されておりますからね。ほいでもって増量されるフライトっちゅうのが、カティクラン、イロイロ、タクローバン、タグビラーラン、バコロト、プエルトプリンセッサ、ダバオ、カガヤン、カリボ、ほいでセブーみたいですね。ほいでね、空港つながりでちょっとね、間抜けな中国人のニュースが飛び込んできておりますね。その中国人でやんすけんでもね、プライベートジェットに乗りまして、こうフィリピンを出国しようとしておったんですね。で、この男、パスポート上の名前をアンソニー・コベンって言うんですけどね、マニラ空港からあのね、モルディブへ飛ぼうとしておったようなんですよ。プライベートジェットでモルディブですよ。だもんでもんで、これはね、デイジ・リッチ・チャイニーズでございましょうね。なんてったって、プライベートジェットでおますからね。だがしかーし、出国の時にイミグレーションでパスポートをこれ見せるでしょう。押したらば、イミグレーションオフィサーはその男のパスポートに違和感のようなものを感じたんですね。あの、バイオページありますでしょう。あの、顔写真が写っておるような。あのページがバイオページって言うんですけどね。その部分とこの男の持っておるドキュメントの不一致が見つかったみたいなんですね。ほいでね、そのパスポートっていうのがフィリピンパスポートやったようなんですね。だもんでもんで調べてみたところ、このパスポートもどうやら偽造がされておるものやと分かったようですね。ほいでこの男、タガログもね、全く話せなかったようですしね。したっけ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 。現在は BI の施設におりまして、強制送還の手続き中のようでやんす。ほんでね、皆さんが大好きなニュースが入ってまいりましたよ。皆々様におかれましては、マッサージはお好きですか？あ、マッサージって言いましてもね、そっちのマッサージじゃないですよ。皆さん好きですね。本当に好きですね。とは言いましても、そっちのマッサージと言っても過言ではなかバッテン荒川なニュースでやんすけどもね、まあ、マッサージ行きましてね、あれここスペシャルマッサージもしてくれるんちゃうみたいなね、なまら期待をしたことのある殿方というのが多いのではなかろうか。そういったニュースなんでやんすけどもね、事件はね、これセブーで起こっておったんですね。セブーシティとタイサイシティを中心にマッサージ店をやっておった人がおったようなんですね。まあ何店舗かやっておったんですね。ほいでまあこのご時世ですから、儲けは備えにないんでございましょうね。だもんでもんで、お店のオーナーやらマネージャーはね、考えたんですね。どうやってお金を稼ぐかとね、どうにかしてこの苦境を乗り越えられるものかってね。ほいで思いついたのが、ドスケベマッサージですね。考えたのは良かったんでやんすが、考えついた先の内容がね、どぎゃーこと良くなかった。これでね、テラピストにドスケベマッサージをね、強要しだしたんですね。しかもね、私はやばいなんて言うたテラピストに対しましては、脅迫までをもやっておったと。君には確か可愛い娘さんがおったよな。ああ、あの子は可愛い子だ。
ほいでももしもあの子にもしものことがあったら悲しいよなぁなんて脅迫をしたとかしなかったとか。これによりまして NBI がここのマッサージ店ではドスケベマッサージオバ強要しちょるという情報を仕入れまして見事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 ご用だと相なって候。これによりまして11人のテラピストは無事に救出がされたと。ほいでもって4人がお縄を頂戴したようでやんすね。まあこれにて一件落着と。その4人の顔が見たかという人は下にねリンク先を貼っちょきますけどね、そちらをどうぞ。ほいでもってね、まあ昨日の4月6の感染者数ですが265人ですね。これが州別となりますると NCR78 人、カビテ19人、いろいろ18人、ミサミスオキシデンタル14人、サウスコタバト11人、ラグーナ10人ってな具合ですね。全体図はこんなんどすえ。これがメトロマニラになりますと、マニラ14人、QC 12人、マカティ9人、カロカンシティ7人、サンフアン6人ですね。全体図はこんなんどす、まあこれね、この間も言いましたけど、今はね、選挙中でしょう。で、キャンペーンやって、まあ人めちゃめちゃ集まっておるでしょう。したっけね、この数っていうのは多少はコントロールがされておるとは思います。したっけね、この選挙が終わりましたらまたね、こう、バチクーンって増えるんでしょうね。ほいでもって、52人が亡くなりまして、1375人が回復をしたと。ほいで、現在のアクティブケースは32463人ですね。ではここで視聴者さんからのお土産のコーナーですよと、もう先にねコーナー化しておりますね。こちらでございますでね、これね、これがほらもう中にほらまあ、ちょっと食べちょるんですけどね、すでにねこういうお菓子が入っちゅうんでやんすね。まあ、これ一個ね食べてみるとね、これがねまあどさんこ美味しいんですね。ほんまにやっぱり日本のお菓子っちゅうのはうまいですね。これ、ね、上品でね、上等な味がするんですね。ちょっとチョコレート溶けちょりますけどね。うん。うまい。で、ここで、この間のね、多いお茶をぶち込むと。くー最高ですね。ほいでもって、フォーブスがフィリピンのお金持ちランキングっていうのをね、発表しておりましたね。それによりますると、1位は83億ドルの資産がありますね。ヨウさん持っちょりますね。誰やと思いますか？これがマニー・ビリアルですね。ビリアル一族はね、あの、オールホームとか、あの、オールなんとか系をやっちょりますね。まあ、不動産でね、莫大な資産を得たんが、このビリアルですね。あの、ほら、どっこい蕎麦之助さんもね、ここのね、家買っちょりますからね。これで現在は、息子がね、上院議員として出ちょりますからね。これでさらなる富を得ることになるっちゅう寸法ですね。まあ、ビリアルはね、今は金よりもね、あの、権力を取りに行っちょる感じがね、ビンビンでやんすからね。ほいで2位がエンリケ・ラゾン・ジュニアで67億ドル。3位がヘンリー・シー・ジュニアで28億ドル。4位がアンドリュー・タンで28億ドル。で、5位がハンズ・シーで26億ドル。で、6位がハーバード・シーで26億ドル。で、7位はハーリー・シーで24億ドル。で、8位がテレスタ・シーで21億ドル。で、9位がエリザベス・シーで21億ドル。ほいでもって10位がサン・ミゲルのラモン・アンで20億ドルでやんすね。途中でね、ほら C ばっかりやったでしょ。あの C っていうのは全部 SM ですね。まあ、SM 一族ですよ。だもんでもんでもんでだもんで、C 一族の資産をこれバチコーンって合わせましたら、1位のね、ビリアルを軽く超えてしまうと、そういう寸法ですね。全体図はこんなんどす、
ことでもって、この間ね、DB ソリアの方へ行ってきたんですね。で、最近の DB ソリアっていうのはこんな感じですよ。川は相変わらず来ちゃねえな。どげやこと道が綺麗ね。チャンネル登録、グッドボタン、お頼申します。それでは、大団円でございます。